フェリックス・ブローハは、スイスのユダヤ系物理学者で、後にアメリカに移住し働いた。スイスのチューリッヒに生まれる。同書に学び、同じくチューリッヒにある、チューリッヒ工科大学に学ぶ。当初は工学を学んだが、時期に物理に変更する。1927年に卒業し、ライプツィヒ大学で物理の研究を続ける。1928年に博士号を取得。 ドイツで学問の世界にとどまり、理論ではベルナー・ハイゼンベルク、ボルフガング・パウリ、ニール・スボア、エンリコ・フェルミラと研究をする。また、実験物理学者、アルバレズとの共同研究では中性指示気モーメントの測定に成功した。1933年にユダヤ系ということでナチスから逃れるためにドイツを離れ。 スタンフォード大学で働くため、1934年に移住。1939年には、アメリカ合衆国に帰化。第二次世界大戦中、ロスアラモス国立研究所で原子力エネルギーの研究を行う。その後辞任し、ハーバード大学でレーダーのプロジェクトに加わっている。戦後、核誘導と核磁気共鳴の研究に専念する。これらは、 MRI の基礎原理である。1952年に、エドワード・ミルズ・パーセルと共に、ノーベル賞を受賞。核時期の精密な測定における新しい方法の、開発とそれについての発見という受賞理由である。1954年から1955年に、欧州原子核研究機構の初代長官として、働いている。1961年には、 スタンフォード大学で、物理学のマックス・スタイン・プロフェッサーとなる。ソールマン、M ・ノーベル・ファンデーション・ディレクトリー2003、ベスター・ビッグ、スウェーデン、ABCO ・エブラッド2003、ザ・ノーベル・プライズ・イン・フィジクス1952。ありがとうございます。